ご視聴ありがとうございます。ハリディアメディアチームの伊藤です。第30回 MTG 対戦バラエティハリディアコンバット、今回はスペシャルなゲストの方にお越しいただいております。ご視聴ありがとうございます。ビッグマジック所属プロの松本です。というわけで今回はビッグマジックから松本選手にお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。本日発売となりました新セットイクサラの総告なんですけど、はい、松本さんの視点から見て気になるカードとかありますか？そうですね、アゾールの門口が非常にビビッときますね。確かにね、もう変身さえすればもうものすごいマナが出る。何でもできてしまう。何でもできてしまう。あともう一枚のガルタ。はいはい、ガルタ。恐竜ですね。12、12、12の爽快感が高いんだよね。次の、この中でプロツアー、モダンというわけで、今回、モダンで対戦をやろうということで。ちょっと僕松本さんのように何を用意してきたのか全然わかんないので楽しみなんですけど、すぐじゃあ対戦をやっていきますか。はい、よろしくお願いします。じゃあダイスロール。はい、じゃあ大きい方が、はい、8。先手でいただきます、はい、先手でいいのかな。マリアンしてもいいかな。マリアンですか。早速ね、こちらもね、力を使うときが来ましたね。力を使うとき、力を使ってマリアンします。力を使ってマリアンします。力を使ってマリアンします。すごい力が、力を使ったことによりなんと割り勘しても7枚こちら6枚、1枚減ってるんですよ、うん、ね、ただね、ちょっとね、デッキの内容が今見えてしまって、ゴー君ダブルストライクスペシャルの可能性がありますので、これ何だ、ちょっとターゲットフェイスアップカードザッとリムーブダフロームダゲーム見てしまう。グレームいいんですか、そのネタを見てしまってあんまり理解いいやん英語だから日本語じゃないわ、あれ。じゃあ6枚でちょっとキーパーズをね、探しに行くことも一応できるということなので、まあキープはしましょう。じゃあまず好きなのが入ります、はい、じゃあ上ですか、ね、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。これです。これはイクサランの総告によって大きく強化されたマーフォークの香りがするな。今マーフォークの世界ということでね、さすがに使ってくるな、ネタを最新のね。どうしようかな、ちょっと1点ぐらい食らってもいい。はい、シティオブラス、シティオブラス19ですね。はい、フェイスレスルール。なるほど、そういえばこれってブラッドサンがあるともしかしてダメージ食らわなかったりします。え、ブラッドサンがあると食らわなくなりそう。これは食らわなくなりそうですね。これはなるほど、最新セットイクサーの総服に収録されている既存の太陽を使うと、あ、ちょっとカードがね、これはこれは現象の最悪ザカマ。これでもプレイしないと立ち起きないんですね。立ち起きないですね。起きないと起きるけど気にしてない、うん、そうですね。ターンエンドですね。はい、これはすごいな。マーフォーク早そうだ。マーフォークといえばやはりアトランティスの王ということで、うわー、3点、3点16。やばいやばいやばい、死ぬ心中は都が痛い。やばいな。まずここでキーパーツを引けていない。引けていない。2ターン目からね、ん、2ターン目からフラッシュバックですね。15。ゴリラを捨ててフラッシュバックはなかなか見ないです。頼みますよと。16から15です。1、2。渋いな。これは原初の上ガルタですか。ターンエンド。なんか少しずつ分かってきましたね、何が起きるか。これはこんな恐竜たちが入っているこのデッキは一体です。お、やばいやばい、血はないけど殴り殺される。やはりロード、マーフォークといえばロード。9、いや3と4で7点な。はい、15から、残り8、次で勝てますね。違うんです、無理やん無理やん。一応理論上何もなければ、理論上生きてはいる、生きてるだけの可能性はある。ターンエンド、ターンエンド、なるほど、ターンエンドす
なるほど。じゃあ、ニマラでファンタズムイメージ。うん、負けですね。これは、やばい。デッキが、デッキの動きを見せておきながら何もしない。僕なんですけども、なんと後手をチョイスします。後手をチョイスなんと後手をチョイス、後手をチョイス。さあ、もう先手、じゃあ先手いただきます。まあそこまで強くないけども、まあまあキープということで、はい、まあベストではないけどもベターぐらいや。これはね、リーチですね。これは来てますね。あと1枚が来ればもう私キープで、さんキープ。いや、僕もキープするんですけど、ちょっとゲーム開始時に、ゲーム開始時にゲーム開始時に、あー、なるほどね、ちょっとね、これがあったからこれを取ったんだなということで、ね、だからついでながらなんか滑るのも聞いてますね。いや、まあ、ちょっとこれはゲーム関係ない、まあね、これついゲームの関係ない領域にいるから、別にこれゲーム関係ないからです。はい、じゃあということで、はい、あの、どうぞ。じゃあもうゲーム始めても大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、じゃあまずマーフォークを、はい、はい、で、クメの当たり、はい、終わりです。ターンエンドにちょっとね、ゲームに関係ない領域からゲームに関係ある領域へとちょっとカードを墓地に墓地に行くんですね。そうですね、この表向きで追放されている、ゲーム追放領域のカードをモーダーのグレイブヤードの墓地に置けると。インスタントなんでね、これ今こう一旦目の、なるほど。それこれって追放されている刻印とかではないんですね。追放されている刻印とかでどうなっても色は出る。なるほど、カウンターが乗ってる限りは、はいはいはい、なるほど、わかりました。分析カウンターが置かれている場合なので、うんうんうん、別にこうもう置いちゃったわ、うんうん、かりました。はい、じゃあこれ、はい、一旦目です。一旦目なんとさあ、しかし墓地に置くってことは釣るってこと、もしかして釣るかな。ウィスレスルーティング、なるほど。スッス、まあ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 、一応はい、そしてまたカウンターがあるランドを置いて、とりあえずターンエンドする。はい、じゃあターンをいただいてドローして、うん、じゃあフェッチランドから、フェッチランド、はい、そしてマーフォークから、はい、アトランティスさん、アトランティスさん、イクサーの総国のやつが出てこないのかイクサーのやつが出てこないのか。 3.97 です。今回はね、ダメージも大丈夫、はい、でおしまいです。これまたボコボコに大量化もするけど、うっ、うわー、SS レーティングもう1回、半分がもう半分の枚数が相当少なくなっちゃってますけど、おー来たー来た、なるほど、何かが味わえ、味わえ神髄を、じゅん3マナ、2マナのあれではない、16、はい、5両の即席、これ何が起きるんですか。これはね、リターンターゲットクリーチャーカードフォームやグレイビアートゥープレイサクリファイス、あ、一時的に割り出す、はい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 、でエンダリサクルなくちゃいけないんだけど、なるほど、これ第一メインなので、第一メインなので当然コンバット、はい、ドン、はい、強力、これ、え、これって与えた分枚数を見て出ちゃう、出ちゃいますね、出ちゃいます。なるほど、2点減らすと5枚になる、5枚になる、でも減らしたら勝てないから、まあここはしょう、いや待てよ、これを減らした方が勝てるんじゃないか反動がない、1打目に、あー減っちゃったー5点14で、で、はい、まあじゃあ5枚ユアス5連ガチャですね。これ5連ガチャの中身によってはこれが火を吹く可能性があるんじゃないかこれってないと、ない、残りは無作為持ちに置く、ターンエンドですねこれはしかしもう貴重なボードがなくなっちゃったんだ、ボード引かないと、一応まだね、これまた墓地に落ちてるんで、もう一回なんか引けばするか、引けばこれは浮気すぎた可能性もミスったなブロックするべきではなかった、あと2枚がね、また2点14、高い、しょうがない、はい、はい、クメおしまいです、引け、もう一回、ふっふっ、えこれ2になってたから1です、はい、ドラン、コンバット、はい、
ドン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 ザカマはダメだ。でこれ、タワーエンドで追放です。はい。ザカマはね、ダメですが。ナイフ9点。余計なことをしすぎてしまった。困ったー。ザカマさん、なんと起動できますよ、ノール。起動できちゃうんですよね。マナーありますもんね。ますね。1回だけですけど。ザカマ強い。じゃあ、とりあえずマーフォークと指定して、はい、終わりです。終わりですか。じゃあ、ドロー。ただ宝石鉱山はもう能力使ったら壊れちゃう、壊れちゃうですね、はい、まあ2回殴ればええんちゃうっていう感じしますからねふんっつって警戒到達、警戒ですね、ふん残9ですよね、はい、じゃあこれダブルブロッシャー死ぬってこともしかして、あ、そうですね、ブロック確定後に3点飛ばせますね、じゃあ、はい、上としてお願いします、どうしようか、リスメンバーがあると、じゃあそのまま解決します、5点、4ですね、ターンエンドです、ノイズメンバー打てない、マーホークもなくなっちゃったな、ちょっとこれをプレイして、まあ、プレイはされましたね、ザガマになりましたね、もしかして起きるか、もしかして、いや、まあ、でも起きる、もしかして、あ、じゃあ一応立ちを置いてから本当だ、え、すごい、え、これザガマとザガマとカードで本当だ、起きる、ちょっと誘発にスタックして3点そこに飛ばしたいです、飛ばしてで、土地置いて起きていいですよ、1点から13、一応マナ1個出してフィッチ巻きます、はい、あのイメージとザカマのシナジーがあると、マナ浮きで、はい、マナ浮き、無色と青、青ですね、はい、で、まあ、3点飛んでアンタップどうぞと、で無色と青が浮いてますよと、で、はい、マナを払って銀エラプレイします、銀エラプレイもう一枚のイメージがあるとなんとお祭りが起きてしまうやばいな、それではい引いて、ありません、ありません、やったーザカマウィン一回スカウト思わなかったな、一回でね、半端にこうこの辺とかヒットしてくれればねこの二枚のファンタズムイメージが火を吹いたんですけど逆にやはりあのブロックが失敗でしたね、じゃあ3点お願いします、じゃあ後手です、ウィンウィンのウィンウィンの関係でこのが成立する、このハンドは難しいキープします、ここはやりましょう、はい、はい、大丈夫です、どうぞ、これこんな感じです、ロケットスタート、 おしまい、しかし置いてる土地がこれということはこの土地を置いてるということは、はい、フェイスレスルーティン、なかなかいいスタート、ポーカー、はい、はい、終わりです、お、いいのしましたね、うん、じゃあ1個乗っけて終わりです、おっとこれはこれはね、勝ちがないんでまずいですよね、我が人生に悔いなしか、悔いなしか、はい、出ました、はい、コバット、はい、はい、7点さあ、さあ始まりますよ、7連ガチャが7連ガチャ1枚だけ、たぶんシュッ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 ザカマとガルタ、でかいターンエンドだ、まずい2個と1個で、ここで、はいこれね、楽しすぎるでしょ、さすがに。しまい、おっと、しまい、いいのか、君のライフは13点、この場に21点クロック、セットラン、あーコンバットだー、ほらー、す、はい、一旦は耐える、バウンス、なるほど、依然としてあれは、はい、バウンスされましょう、で、コンバット9点上がって、4ですね、んと、パワーが9、9、これは
U 軽くなってるってことは、え、もしかして、もしかして、もしかして、これバウンスしたよ、何16、え、すごいぞ、雑貨は出てる、3万ですよ、そんなことある、あるのか、これはどうやったらいいんですか、いいですか、これ3個と2個、いやでもここ待って、ランと引いたら、え、いや、ダメだ、ダメだ何をするの、え、ゴー、ダップ、ドロー、セットランドはして、はい、コンバット、ドン、とりあえず起動、はい、で、はい、起動、はい、で、まあ、で、これで、お、もう一回、もう一回、なるほど、今バウンスはされました。されました。ブロックまでもまあ一本。全部しないと負け。よくて、っていうか、でもディスメンバーも打てないけど、まあ、ブロックも、ブロック後にロードに、ロードに打たれると、もしかして4になって、トランプルで5点入って終了。はい、ドン。ありません、ザ・カワウィーとんでもない、とんでもない、はい、ということでお送りしましたモダンの対戦ですけれども、いかがでしたか、松本さん思ったよりもすごかったですね、もうちょっとおとなしいデッキだと思って想像してたんですけど、はいはいはい、思ったよりも暴れん坊なデッキ、いやいやだって松本さんもだって言ったし、戦の総国注目しているのはガルタとで、まあ、ザカマはね、そう、ガルタ的にはかなり好きなカードなんで、まさかそれがでもモダンで出てくるとは思わなかった、伏線をちゃんと回収まあモダンでは対戦でしたけど、松本さんはフロンティア神というか、はい、フロンティア的な観点からすると戦の総国のカードどうですか、両面カードもフロンティアがすごい強いかなというか、個人的に一番好きなのはあの青赤の両面カードなんですけど、青赤すごい、あとは人間もやっぱ増えてるんで、飛行の青を殴った時にゾルするやつ、あれも結構カードがすごいんで、はい、人間カンパニーっていうのもまたあるかなと、なるほど、はい、じゃかなりじゃフロンティアにも影響が大きいそうですね、セット、はい、またぜひとも皆様お買い求めの方よろしくお願いします、お願いします、そして最後にハレルヤチャンネルからの告知になります。現在チャンネル登録者数1万人以上を集めて、ハレルヤコンバット in YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。よろしければ、この辺この辺かちょっとあると思うんで、チャンネル登録の方をねよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。では今回ここまでということで、松本さん今回ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあご視聴ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。